はい、ワドツ。どうも。今から T シャツ作るよ。あ、やべ、原寸忘れてた。はい、ワドツ、なかちゃん、明けおめ。答えやろう。よろしく。おい、バーガープレゼントありがとう、スカレット。ありがとうね。ありがとうございます。おい、風船10個ありがとう、バーガーありがとう。ありがとうございます。はい、ワドツ、明けおめー、ことやろ。明けおめー、はい、ことやろう。ななちゃんいらっしゃい。明けおめー、明けおめでーす。ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます、サイズが書いてないな。ちょっと今苦戦してます。ちょっと待ってね。新規じゃなくて開く、はい、ワードツー、いらっしゃい。あ、できたできた。で、ここに、はい、今年もよろしく、ヒーセー、いらっしゃい。楽しんでて。答えろ。あれ。新宿配信者何人が来てる？あ、そうなの？俺の新宿に？許可もなく。なん、え？挨拶がないの？挨拶がない。
はい、ゼリーさんいらっしゃい。便所と、キタビ？キタビって人知らないな。キタビって誰だろう。キタビって人を聞いたことがない、俺。北の美少年、知らないな。有名なの？聞いたか、初めて聞いたわ。北の美少年っていう人。リアトツマツとかやってんのかな。ニコ生やめたよ。もうと結構前だね、やめたのは。結構前。だいぶ経つよね。目標ポイントがまた増えてるけど、いくいく詐欺。てかさ、ほぺちゃんマンさ、ちゃんと読んだ方がいいし、ちゃんと話聞いた方がいいよ。にわかでしょ。俺のリスナーさんだったらちゃんと理解してるよ。それ言う人って俺の話聞いてない人だと思うけど、なんか勘違いしてると思うよ。みんな理解してるよ。理解してない人だけそれを言ってんだよ。ちゃんと話は聞いた方がいいぜよ。あれ、レイヤーどこだ？ごめんなさい、完全に違和感でしょ？なんかそのディスの、あれ？そのディスの論法を選ぶ人って人の話聞いてない人なんだよね。ウェブ用にファイル超えてるメモリーエラーが発生して、何これ。どうすればいいんだろう。どうしよう。マジかよ。どうしようかな。ファイル新規作成で、めんどくせえな。携帯電話どこやったっけ。TJ のお兄さんなんだ。6322、え、違うな、6322、3161。Thank you.
マジかよ。音楽流れてない？嘘でしょ？音楽流れてないの？音楽聞こえない？弱いか。ちょっと待って。声小さかったでしょ？じゃあ音上げるよ。テース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 。これくらいか。聞こえた？聞こえた？あ、聞こえる？オッケー。放送。あー、なんだこれ。今ね、T シャツを作ってるよ。T シャツを作ってる。
ノンタいるよ。あ、筆とか洗ってるね。原価販売できるものですね。友達プレゼント。あ、全然ありだと思うよ。原価で販売できる。うん。原価で販売可能ですよ。初見さんいらっしゃい。そうそうそう。黒で売れないんだろうな、ビジュアル。あれ、黒でなんでできないんだろう。こんばんは、いらっしゃい。あ、フルグラフィックは白でしか販売できないのか、そういうことか。なるほどね。まあ、いっか。裏は真っ白しかできないの、これは。うん、表面しかできない。あ、そういうことか。なるほど。これで売るか。よし。
すごい。うん。はい。はい、今、発売開始しました。今、発売開始しました。もしよかったら見てってください。限定にしてない。ちょっと待って、まだ買わないで。まだ買わないでよ。グッズを作る。まだ買わないで。限定にすんの忘れた。限定。5枚。5660円です。5660円。5660円です。限定5品。まあいいんじゃん。イメージと違う、かっこいい。でしょ？でしょ？イメージと違うでしょ？かっこいいでしょ？よいしょ。この商品をツイッターで。ワンポイントで。いやいやいや、入れないっす、入れないっす。じゃあ、ノンタンの作ろうか。ノンタンのどういう風にしたい？聞こえないってだから。四角のプリントで。四角？うん。はい、明けおめー、ムーちゃんいらっしゃい。じゃあ、ノンタンの作るか。ノンタンのを作るんだけど、どうしようかな。ノンタンのは四角でカラー選べるやつ？白で。白。で、フルグラフィック、あのね、二つ企画があって、この端までデザインできるやつは白しか売れないのよ。その代わり、この襟のところまで全部プリントできるっていうのがフルグラフィック。で、フルグラフィックじゃないやつっていうのは、四角でしかできないのね。その代わりにカラーとかデザインが豊富なの。ちょっと待って。それはこっちのパターン。こういう風に。これはこういう四角の中でしか表現できないの。どっちがいい？こっちでいい？その代わり四角になっちゃうよ。デザイン。うん。OK。テコ入れはする？ちょっと待って。まずこれを消すから。ちょっと待って。これを。モンタン T シャツ。ああ、そっか。ちょっと待って、 T シャツのね、企画が載ってないんだよね、サイトに。テンプレート T シャツ、サイズどうすればいいんだろうな。すずり、隣来て。はい。じゃあ羊からやろうか。うん、羊を。
四角でいいの？うん。どの辺にする？この辺？こんな感じ？もっと下上とかやって。こんな感じで大丈夫？ファイル、こんな感じ？大丈夫？センターとか合ってる？で、Tシャツの名前決めて。ファイルが大きすぎる？なんだよもう。は？テンプレと違うじゃん。サイズが大きすぎる。なんだこれ。ちょっと待ってね。いや合ってるじゃねえかよ。2520299225202992合ってんじゃん。なんだこの企画。おかしいだろう。2520299225202992ファイルが大きすぎる。わかんねえな。ちょっと待ってね。2520299に。いいっすデータが大きいとかじゃないんだよね。なんかサイトにこのサイズで作ってくれって言われてんのに作ってんのに画像がでかいとか言われて、はぁ？とか思って。おかしいだろう。あ、全然潜らなくていいよ全然。ファイルがでかすぎる。なんだこれ。え？あ、重たいって意味かな。ファイルがでかいって。データが重たいって意味か。あ、そういう意味か。データが重たいんだ。わかった意味が。画像の大きさじゃなくて、データが重たすぎるっていう感じだ、多分。
10メガで合ってるからこれかも。10メガ。10メガね。一日うんこしてない日があるの。なるほど。あ、10メガまでって書いてあったわ。ごめんごめん。ありがとう。これだわ。原因。あった、書いてあった。どれ T シャツだけでいいの？何作る？これかっこいい、スマホケース。どれ作る？ T シャツだけ？でもさ、これフルグラフィックで作った方がかっこいいと思うよ俺。こういう感じで、あのサイズちゃんと決めて、この方かっこよくない？これダサくない？こういう方かっこよくない？これなんかクソ、なんか手抜き感出ない？こっちの方が絶対いいって。テコ入れしていい？俺が。フルグラフィックの方がこれは合ってる絶対。ちょっと待って。これがテコ入れするわ。めっちゃかっこいいんだけど、普通にかっこいいじゃん。名前決めて。羊だけ。ひ
ひらがな。うん。あ、アーティスト名は。マロングラス。マロングラスのりこ。マロングラスのりこさん。マロングラッセのりこの作品できました。かっこいいじゃんこれ。今アップロードしました。これめっちゃかっこいいんだけど。マロングラッセのりこできました。いやこれ普通にかっこいいんだけど、この T シャツ。マロングラッセのりこの作品ここです。普通にかっこよくないこれ、うん、もうちょい引きの方が良かったかな。こんな感じでいいかな。アップ好きなんや。大丈夫、うん、大丈夫、うん、かっこいいねこの T シャツ、うん、で問題なのは、問題なのはですね、フォトショップが必要になるのが、これは OK ね。普通にかっこいいよね、この T シャツ。普通にかっこよくない？普通にありだと思うんだけど、これ。あれ、ツイートできないんだけど。かっこいいよね。裏面はノープリントですね。全面プリントのみ。これ彼女だね。普通にかっこいいよね、これ。あれ、なんでツイートできないの？ツイートはどうやってやるの？あれ、なんでツイートできないんだろう。ツイートどうやってやった？ツイッターボタンどこになかった？さっきできたのにな。かっこいいよね。あれ、なんでツイッターできないんだ。なんだこれ。羊 T シャツ。出てきた。え？出てきた。あ、出てきた。本当だ。何だったんだろう。フォロワーしてないですね、僕は。知り合いしかしないです。本当にフォローすることができる人のみフォローしてますね。で、問題は、彼女年上だね。問題はこっちがいいのかこっちがいいのかだよね。どっちの方がいい？こっちの方が綺麗だね。どうも。あ、でもこっち
こっちが好き？こっち。裏はこっちだよ。裏から取ったのは。っていうかこっちがツルツル麺でこっちがあのザラザラ麺。ザラザラ麺。いや違うよ。こっちが裏だよ。飲んだんかっこいいっつの持ってきてみ。こっちの方も綺麗だよ。こっちのなんか質感が。え、こっちの質感がいいの？こっちの方が良くない？いやいや、ノンタンの作品だからいいんだけど、絶対こっちだと思うけど、こっちなの？どっちがいいの？乳白色の感じが出てて、あ、そっちの方がいいんだ。じゃあ1番作るね。フォトショップ。いや俺喧嘩したことないよ彼女と。でまず向き。向きをどうすればいいの？え？色が飛んじゃった。色、うん、ちょっと聞こえないんだって。あ、色が飛んじゃった。白ピコンって。どこ？この辺がグレーになってた。グレー？なんか、ん？何を言ってんのか全然わかんないんだけど、どういうこと？どういうこと？あ、これがグレーになってるってこと？それがこっちにが飛んじゃった色が。飛んじゃった。色がなくなった。あ、それはいいのか。え、じゃあどういう風に描いたのか俺は知らないから。ほら、こっちとこっちの色が違うくなってるでしょ。違う。元はこっちの色だったの。うん。どうすればいいんだろう。俺は何をすればいいの。こっちになんか映したら色がこういう風になっちゃった。こっちに映したらっていうの、こっちが分かんないんだって。え？データを。え、データ、え、嘘。ちょっと待って。これだよね。あ、本当だ。なんでだ。本当だ。なんでだ。そんなことないはずなんだけどな。あ、直った。どっからどこをトリミングすればいい？まず。難しいな。こっからここでいい？とりあえず。ここ？そのさ、キャンパスのサイズ大体どれくらいかわかる？キャンパスのサイズ？横幅なんとか。もう一個の方。あ、いいじゃん、リオさん。270×320。縦に書いて横に書いた。縦が長く書いた。高さ、270。320。うん？縦に書いたんだよね。合ってるよね。合ってるよね。
これで合ってんの？これ向きとか合ってんの？向きは、こう、300、足は180度回転。上下逆。ちょっと待って。これでかくするのどうやってやるんだろう。使い方が分かんない。写真をでかくするのが分かんねえな。写真をでかく。表示。編集。黒い影が入ってるから。ああ。ん？表示どこにあんの？表示色補正、ズームイン、ズームアウト、ピクセル、ピクセルプリントサイズ、こっちが、ああ、イメージか。イメージの画像回転。画像何度っつったっけ？180度回転。これで合ってんの？これが正しい？うん。で、影少し入ってるよね。よし。影入ってるよ。全体的にちっちゃくしよう。小さくする。画像でかくするんじゃないの？小さくすると透明なところができるから。違う、そう。手直し中だね。うん、手直し中だけどパソコンが固まった。うん、おじす足りた、ありがとう、サンキュー。良平さん、ありがとう。
あれ？保存された？どこ行った？え、されてないじゃん。なんだこれ。あ、どこ行った？データ。ん？どこにもなくない？上書きされた？どこ行った？ないよね。いや、T シャツの方で作るわ。フルグラフィックでいいんだよね。あれ？すずり。180度 OK、うん、これで合ってんの、うん、どこまで入れたいとかある？ここまで入れてとか。聞こえないって。その黒い点はあった方がいい、ね、この黒い点はあった方がいい。左？右？うん、ちょっと左。左？うん、これが限界だけどいい？これでいい？コーヒーいただきます。はい。
いいね。かっこいいわ。あれ。ボケるか。真ん中に四角でいいダッサいかな。真ん中に四角、ちょっと待って、真ん中に四角、いやっていうかサイズの規格おかしくね、これ俺が間違ってるわ、ちょっと待って、真ん中に四角だったらこうなるのよ、こうなるの、こっちの方が絶対かっこいいよ。ちょっと待って、いろいろ試すわ。かっこいいじゃん。たね、横の点をこことか入れたかったけどね、
それかっこいいね。できました、アップロードしました、いいじゃん。普通にかっこいいんだけど、うん、普通にかっこいい、いいね、うん、普通にかっこいいわ。あ、いいな、え、これ普通にかっこいいんだけど、かっこいいね、なかなかいいね、なかなかいいね、あ、これ普通にかっこいいわ。え、よくない？普通におしゃれなんだけど、普通にかっこいいね、これいいじゃん、普通にかっこいいよ、これいいね、オッケー、できた、うん、ほらかっこいいじゃん、いいね、いいね、これかっこいいね、飛躍かっこいいね、飛躍、普通に普通になんかデザイナーさんがデザインしたって感じで言っててもへーみたいな、え、それマロングラッセのりこじゃんってなるでしょ、うん、これは着たいと思う、これかっこいい、え、その T シャツマロングラッセのりこじゃんってなるよね、学校でね。ここにマドマークも入れられる、入れられるね、うん、マドフィーも入れられる、これ普通にかっこいいんだけど、マドフィーとコラボもいいよ、これかっこいいでしょ、うん、マロングラッセのりことワドをコラボする、じゃあデザインしようか、じゃあコラボ作品作ります、なんだっけサイズ、またサイズが分かんなくて、ちょっと待って、いや、これかっこいい、普通にかっこいいんだけど、これめっちゃかっこいいよね、さすがやっぱ美大だったら全然違うね、じゃあワドフィーとコラボしますね。ちょっと待って、すずり、めっちゃかっこいいよね、普通に着たいんだけど、これ普通にかっこいいわ、さすがだよね、フルグラフィック、どこに書いてあったっけ、フルグラフィックストレートベビーロンパス、普通にかっこいいわ、いや、できるっしょ、マロングラッセのりこちょっと狙うか、ワードプロデュースで世界取りに行くか、現代アートでマロングラッセのりこちょっと俺プロデュースしていくわ、世界的アーティストにするために、フルグラフィック、フルグラフィック、フルグラフィック、ちょっと待ってね、フルグラフィック、ファイルサイズ新規、A4 の横、これで、しまって、アートビジネスやるか、じゃあ、フルグラフィック。こっちは気に入りなんだっけ、俺気に入ってる方でコラボしていい、うん、こっちで、うん、
これだと向きはこれで合ってんの？これは。ん？違う？どういう向きだ？これは裏を向く逆ですから。ああリフレクトしないといけないのか。リフレクトする？こう。これが正しい位置で。ちょっと待ってね。頭痛くなってきたな。背面は白。背面白だね。バーガープレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。小さくしたいな。横向きにしたらダメ。横向きにするとしたらどれが右上とかある？こっちが右上。こっちが右上ね。そういうことなんだ。あ、そういうことだったんだ。そう、高になってる。どこにワードマークとか入れる。
靴がどれだかわかんないんだ。取り口場所が、うん、これもう一個取り口場所がこの辺、ごめん聞こえないって。だからこの辺に、うん、バドマーク丸いの、丸いの入れる。サムネイル、サムネイル両方これ、うん、これをどのくらいの大きさでどこ、どうやって入れる？これくらい？もっと小さく、うん、え？ちっちゃく、これくらい、うん、で、どこに入れる？胸に、胸に、あれ、忘れた。胸？どこ？この辺？うん、ここ？うん、ここ？もっと小さく、大きく、ちっちゃく、ストップって言って、ストップ、これぐらい、うん、で、これをこれをここもうちょっとこの上、この辺かぶるぐらい、そこここ、うん、ここね、うん、あ、そっか、ってどこだっけな。これだと浮きすぎてるから。このマークが合ってない気がする。強引にコラボする。いやいや合ってないよ。これせっかくの絵の世界観が良くないから。だったら、和ゼミのマーク入れた方が良くない？普通に。どうなんだろうな。
バガありがとうございます。バガありがとう。難しいね。いや、コラボしない方がいいと思うような気がするんだよな。これはこれで素晴らしい作品だから。本当はどの向きなんだっけ。向き的にはこれが左上、左、あ、右下、右下、うん、こういうこと、うん、横に書いてもらえばよかったな。これ、うん、これはこれでいい作品だからあんまり変にいじりたくないな。さっき花火、そうっすね、4万円分ぐらい花火いただきましたね。トイレ行ってくるわ。さっき花火いっぱいいただきました。で、T シャツの絵を描きました。これが元の絵です。あ、すいません。元のやつ。種類紙がないか、こんな感じ。ちょっと反射しちゃったんですけど。白い紙がない。こんな書いてました。長袖もありますかって。長袖はないかな。ロンティー。パーカーなら作れるけどね。長袖ないんだよね、デザインで。ロンティー欲しいよね。あと何作れんだっけな。ブランケットも作れるのか。タオルハンカチとかね。ブランケット、これはフルグラフィック T シャツだな。これダサい、もダサい。難しいね。Tシャツのデザインかっこいいな。
不思議な感じ。何が？このなんか紐がさ巻きついてるみたいな。ねえ、普通にかっこいいと思うけど。T シャツは一回離れてさ、これさ、うん、コラボステッカーにすればいいんじゃない？しようか。これで終わり。はい、うん、ありがとう。お疲れ様でーす。フルグラフィック T シャツは長袖ないんすよ。長袖ないっすね。フルグラフィックはないっす。のんたんがね、ウェブでデザイン、ウェブでデータ上で絵描けるようになったら相当面白いこといっぱいできるんだけど、あのね、透過がやっぱ難しいんだよね。透過が、透過が難しい。そしたらこっからここが服だから、こう書いてこう書いてってできるんだけど、うん、いやー、なかなか芸術、芸術でしたね。なかなかな芸術でしたね。面白かったわ。いいね。デザインいいよね。かっこいいよね。デザインすげえかっこいいと思う。今年旅するって言ってたのどうなったの？やるよ。全然やるやる。うん。やりますよ。今年旅しますよ。
デザインは誰が考えたの？俺が書いたデザインとのんたんが書いたデザインがあるね。彼女だね。彼女がさっき書いた絵と俺が書いた絵と、彼女の作品が2点、俺の作品が1点だね。結構かっこいいデザインになったかなと思うけど、結構気に入ってるかな。ワード2、今年もよろしく。匿名さんだから誰だかわかんないけど、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。今年もよろしくね。T シャツ欲しいな。マロングラスでのりこ T シャツ着ようぜ、のんたん。お腹すいた？ご飯作ろうか。何食べたい？ツナご飯、だし巻き卵作る。じゃあ俺卵作るから放送やってたよ。つないでよ。終わらないよ。配信者だもん。のんたんじゃ雑談やってて俺ご飯作るから。仕事だからこれ。ビジネスだから。だし巻き卵作ってくるわ。はい。あ、大丈夫。あ、見えるか。匿名雪の女王さんはどつ。クッキー。ちんちゃんクッキーありがとうございます。
ザインはさっき書いたんです。ちょっと見づらいですけど、これを書いてスキャンして T シャツにしました。こんな感じでね、これが元のアクリル画で描きました。これはさっき何時間ぐらい、5時間ぐらい描いてたか、3、4時間ぐらいでこれを描いて T シャツにデザインして、あ、はい、今年もよろしくお願いします。側面雪の女王さん、神社クッキーありがとうございます。こんな感じのを、デザインして、T シャツにしました。わかりづらいですね、これが元の絵です。これはさっき書く枠をやってました。今和道さんには、ね、ご飯作ってもらってます。はい、あ、入れてみよう。だし巻き卵も作ってもらってます。今日のご飯は何ができるか楽しみですね。69名さんいらっしゃい、よかったら、コメントしていってください。あ、今のデザインこれ、ワンタロさんいらっしゃい、これすずりの方であるんで、見てよかったら見てください。はい、これアクリルが、アクリル、アクリル板にアクリル絵の具で描いた、はい、和田さん優しいんでご飯作ってくれてます。こんな感じですか、さっき 3,4 時間で描いて、これを T シャツにデザインしてもらいました。作者名マロングラッセのりこにしてもらって、こちらで売ってます。ご飯よくいつも作ってくれるんで優しいです。あ、センサールありがとうございます。ハピーさんですね。今日のご飯は何でしょう。64名さんいらっしゃい、よかったらコメントしていってください。今日は納豆買ってきたから納豆入りのだし巻き卵になるかもしれない。ちょっと楽しみですね。あ、Mさんこんばんは。さっき、絵を描いてこれ描いたんですけど、これを T シャツに、してもらいました。で、名前はマロングラッセのりこっていう名前をつけてもらって、これはなんだろう、作家の時の名前でマロングラッセのりこにしました。これです、よろしくお願いします。あ、
彩香さんこんばんは。皆さん明けましておめでとうございます。今来た方も明けましておめでとうございます。かしくん明けましておめでとうございます。風船ありがとうございます。ね、さっき3、4時間で描いたのを T シャツにデザインしました。で名前マロングラスのりこで、これから作品を作っていこうと思ってるんでよろしくお願いします。あ、明けましておめでとうございます。エリさんこれからもよろしくお願いします。フェレットちゃんは元気でしょうかね。あ、全然あのいつ買っていただいても大丈夫です。はい、元気ですね。ありがとうございます。よかったですね。今年も、エミさんのフレちゃんが元気でありますようにってお願いしておきます。結構下痢になってしまったんですか。結構すぐ下痢になっちゃうんで、どうしてなんていうか、なんか食べちゃったんですかね。いっぱい食べ過ぎちゃったのかもしれない。あ、でもご飯の種類とかすごい多いから、ちょっとずつご飯を変えてみたりしたらいいかもしれないですね。結構病院に行くと整腸剤をくれるので、早めに治さないとすぐ脱水症状が起きて大変なことになっちゃうんで、ちょっと具合が悪かったらできるだけ早めに。はい、こちらこそありがとうございます。お大事にしてください。フリちゃんを大事に。あ、なんかいい感じの卵の音がしてきた。ですね、また LINE でお話ししてください。服は、あ、マロングラスのりこはずっとあると思うんで、よろしくお願いします。時間か、なんかあっという間に時間が過ぎちゃういつも。111名さんいらっしゃい。よかったらコメントしてってください。マロングラスのりこでT シャツを作ったので、よかったらそっちも見に行ってくれると嬉しいと思います。かわいい、ありがとうございます。全然そんなことないですよ、小さいおばさんです。ちっちゃいおばさんなんでね、ただの。とかでね、会えるかもしれないんで、よかったら。そう、寝すぎで目が腫れてるから。
今日すっぴんだし。結構寝てますね今日。元旦からもう結構、あ、初夢とか見た人います？初夢、あれ今日見る夢が初夢かな、これから見るのが初夢、どうなんだろう。あ、でも今日昼間寝ちゃったらそれが初夢かな。今日なんかおばあちゃん出てきたんだけど、初夢大丈夫かな、なんかあったのかな、おばあちゃんからメッセージあったかな、なんかおばあちゃんから出てきた気がする。ああそうだ。おばあちゃんからお年玉、おばあちゃんも亡くなってていないんですけど、あの亡くなったおばあさんからあのお年玉をもらう夢見て、なんかいつまでもなんかおばあちゃん子な感じがします。じゃあいくらもらおうかっていう。あ、エミさんはお化粧できないんですね。私もあんまりほとんどできないんですよ。たまにちょっとするぐらいで、ほとんどすっぴんです。なんか苦手なんですよ、アイラインとか描いて。で、できてもなんか下になんだろう、すぐアイラインとかついちゃったりして、何時間かすると目の前にドロドロになってる感じ。ちゃんとなんかゴシゴシなじませなきゃいけないらしいです。化粧すごい苦手です。あ、そう、おばあちゃんが会いに来てくれたのかもしれない。のりこやとか言って、お小遣いに困ってないかいって言って、お年玉あげようって。じゃあきっと今年はいいことがあるかもしれない。おばあちゃんがお年玉をくれる年かもしれない。あ、じゃあエミさんはあのあれですね、敏感肌なんで、敏感肌用のなんかいい化粧品があったらいいかもしれないですね。私もほとんどあんまりファンデーションとかもあんまり、 BB クリームぐらいでつけるとしても。あ、高橋さんおやすみなさい。あ、寝られるんですね。はい、じゃあ明日も、明日からまたよろしくお願いします。おやすみなさい。勝則さん、勝則さんでいいですね、これは。高橋勝則さん、なんかあれかな、敏感肌用のでいい化粧品があると。あ、ミネラルファンデーションとか。あ、今和道さんがご飯を作っててくれて、ちょっとお留守番してます。ひろしさんこんばんは。うん、そう、これからご飯でお腹もうペコヨコで、もうさっきからグーグー、ご飯もいっぱい食べます。エミさんお風呂ですね、お風呂行ってきてください。ゆっくり温まってくださいね。私はもうさっきお風呂に入ってから。あ、マリエさんありがとうございます。そう、和道さんは優しいですよ、よくご飯を作ってくれます。あ、また来てください、エミさんありがとうございます。
ね、今日のご飯は楽しみですね。もうお腹ペコペコだから早く食べたい。ご飯だけさっきちょっと炊いといたんで、ご飯は炊けてるんで、おかずは楽しみ。でもちょっと先月使いすぎちゃったからな、節約生活をしないと。スライム？スライム？スライムってなんだ？あ、これか。これスライム。この間、鮫島さんと、鮫島さんのお姉さんと、あと便所太郎さんと和道さんと一緒に、ボーリングに行ったんですよ。でその時に UFO キャッチャーで撮った、これスライム、この大きいのがスライム、こっちはあ、もう一個のはこっちはキングスライムで、なんかこのスライムはのぞみさんが1回で撮ってくれたこのスライムです。のんたんのんたんでボーリングしました。よいさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。のんたんのんたんでボーリングに行った時のこの、のぞみさんが1回で撮って100円で撮ったこのスライム、バトさんは撮れなかったの、のぞみさんが1回で撮ったっていう奇跡のスライム、2回連続でしかも100円で撮って、うまいんですよのぞみさんの方が。ちょっとびっくりしましたね。で最後に負けた人が、スコアの、一番低かった人が海に入るっていう、江ノ島の海に入るっていうことになってたんですけど、途中でなんか事故が起きて、でなんかそれはできなくなっちゃったんですよ。多分アーカイブとか、過去の、そう、すごい大きいスライムが、これは UFO キャッチャーからこうバーンって出てきて、こんな大きいんですよ、これ本当に、こんぐらい大きい、ボーンって。これみんなでボーリング記念の思い出の詰まったスライム。あ、クリスマスパーティーを、そう、鮫島さんの家でやって、でみんなでその時にボーリングに行って撮ったやつ、クリスマスとみんなでボーリングした記念のスライム。鮫島さんって結構広くていいとこにあって、なんだろう、横浜の方かな、なんかいいとこにありました。サミちゃんも優しかったですね。全然実際会ってみるとなんか印象が違う人が、やっぱり便所太郎さんもなんか実際会ってみたら、なんかイメージはなんか凶暴なイメージだったけど、実際に会ってみたら結構なんか温厚な感じの、いい人に、優しそうな感じに感じましたけど、結構実際の配信と実際やってみるっていうのはやっぱり違うなって、よくそういうのが分かります。今日うまかった。あ、結構一番うまかった、ボーリング一番うまかったのはワドさん、一番うまくて、結構ストライクを何回も出したりとかしてて、なんか運動神経良かった。マナユさん、明けましておめでとうございます。ちょっと今ワドさんがご飯を作っているのでお留守番をしております。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。マネーよさん、早くお腹すいたから食べたいな。ちょっと楽しみ。あ、この服ですか。これはドンキホーテでちょっと買ってきた。ちょっともこもこな感じの、こんな一応耳がついてるけどかぶれないか、かぶれない。ほほほほ、うるさかった、ごめんなさい。こうもこもこ、そう、あ、すごいあったかいんですよこれ、ドンキホーテ。よし、この微妙な白っぽいヒョウ柄のドン・キホーテ、今お買い得です。ドン・キホーテ、あ、似合ってますか。ありがとうございます。一応耳がついて、あ、マイクが、あ、なんか叫び声が聞こえた。あ、叫び声が、どうしたんだろう、どうしたんだ、ただ大丈夫か。あ、ドン・キホーテ行ってみると、なんか結構冬のやつがなんか安くなってて、なんかいいのがあります。サイズはどうかな、サイズもなんかいくつかあって、うん、すっごいあったかいですよこれ。あ、なんかうまくいかない。あ、お、いい匂いがする、卵で焼きの匂いがする、卵焼きのいい匂いがうわって大丈夫かな、うん、うわって、美味しかったらいいよ。うん。いや、味は絶対美味しいと思うんでね。これは期待していい。いらないです。あ、もうできたのかな、楽しみだ。あ、これ短くこの前配信で切ってもらったやつです。放送、あ、配信中に、カットとカラーをしてもらいました、和道さんに。これなんか気に入ってます、私も気に入ってます。これなんかあれですね、やっぱ短いとシャンプーも楽だし、乾かすものも楽だし、したが、あ、大丈夫、巻き卵。あ、見ててくれたんですね、ありがとうございます。あ、すごい匂いがする、わあ、嬉しい、早く食べたいな。できた、卵焼きだ、だし巻き卵、うん、ムット入り完成です。あ、でもすごい綺麗にできてます。綺麗
本当？なんか最近うまくいかなくてさ、火加減がやっぱり変わったからちょっと難しいかもしれない。こんな感じで今日は納豆入りのだし巻き卵です。あー美味しそう、早く食べたい。うわー上手なんですよ、なんか何でもできるな、すごい。あ一番パチパチパチ、一番美味しかったのはあれかな、親子丼かな。あでもカレー、カレーかな、親子丼カレーが美味しかったかな。すごいいろいろ作ってもらった、そう素敵なダーリンです、素敵なダーリンお箸、はい、ありがとうございます。お箸つけました。ちょっとこの辺を片付けておきましょう。はい、ちなみに得意料理は、で私の得意料理は餃子ですが、和道さんがあんまり好きじゃないのでまだ作ってません。和道さんの得意料理は何だろうな、やっぱ美味しいからカレーかな、カレーが美味しいかな、カレーと、あでも何でもできるからな、親子丼も美味しかったし、ちょっと食べたいな、今日のだし巻き卵納豆入り、食べたい食べたい、早く食べたい、ちょっと寄っとこうかな、そして寄っとこう、こっちに。お、なんかできた、そう、なんでもできるんですよね、不器用だ。なんか味がすごい、私は今47歳です。おかえりなさい、マイニャンさん。今日は納豆のだし巻き卵です。マイニャンさんこんばんは。この間春巻きが好きだって言ってたので春巻きを作りました。春巻きは結構味はいいって褒めてもらったんで、今度また具を変えて中身を変えてちょっと作ってみよう。で今まで和道さんは春巻きの中に春雨が入ってなかったらしくって、なんかそれはびっくりしてて、でなんで春雨が入ってるんだって言ってちょっとびっくりされた。冷凍食品、ありがとうございます。はい、今日ちょっとね最近節約生活なんで、いろいろ、はい、いろいろちょっと冷凍食品のおかずです。ソースかけます。わあ美味しそう、早く食べたい。はい、これ全部にかけちゃっていいの、全部に、はい、はい、和道さんの味噌汁ができました。カルテンがしたい。あ、上、真ん中辺。
サイの倒し方サイの倒し方をこうなんだっけ、最初にガーッと来た角をガッと持ってこうまずこう首のところをパッと持ってダーン、ちょっとここでやりにくい、やってみようか。あ、これなんか、あ、すみません、落としてました、ごめんなさい。そう、和田さんいつもお味噌汁食べるんですよ。ちょっと今ピンマイク落としました、すいません。はいはい、大盛りご飯、ノンタン用大盛りご飯です。はい、じゃあいただきます。じゃあまず、だし巻き卵実食、いただきます。わ、変わってください。これいただきます。82名さんいらっしゃい。これ味噌汁ないとダメなんだよな。うん、美味しい。あー、やっぱ味噌汁だ、日本中は。崩れるな、これ。美味しい。ふわふわです。うん。うん。ふわふわ卵。うまい。うん。うん。唇切れた。うん。で。入って唇。これは何？食べていいよ。いただきます。それがあんまりうまくなかった冷凍食品。なんだろう、うん。カルビ。微妙じゃん？肉団子。肉団子。これ子供の頃うまかったんだけどな。あ、でもカルビの味する。うん。弁当にこれ入ってた、当たりだったのに、あんまうまくない。香ばしくてなんか美味しい。ほう。うん。うま。美味しいな。うん、うまい。あ、もう手つけちゃったもん。汚いよ。これは味噌カツ。うん。うん。美味しいよ。冷凍食品イカ天がうまかったよ。うん、もうない。まああれ、一袋しか買ってないし、2回食っちゃうと思う。うん。海苔のところ美味しい。うん。うん。うまい。うまいね。うん。なんで味噌汁飲まないの？あんまり品数が多いとめんどくさくなっちゃう、うん、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう